お、こんばんは、こんばんは。探偵のバンビ、ちゃんとつながってるな。ここんばんび。んばんは。ふう、ちょっと蒸し暑いですね。ほろ酔い。ほろ酔う。ロボちゃん。こんばんは。ですね。今は、かなり周りに何もないところの、天てっ竜きり川沿いもうのお食堂休みにいになまっす。たのかと思ってた。ワクオツ、今す日のぐ昼会えにること思っれ、たところに出ま今し日のた。昼完 USB 全が、らしい。機材ほがろ全酔い滅でしのたのせい。は、なんかバッバンテビにリー会えがて単よかっに、た。ワコ、やっ外部ぱバッ早テリーいが切れね。たからじゃないかなとタイほミンろグ的酔いにで思いのましせた、い。あのワ後。コツ。落としたところ。ひび入ったよ。こうか、こうか。ここのとこにひびが入った。落として。とんのけてください。ああ、そうか、読み上げが大きすぎるのか。ちょい待ち。こうしバンて、ビちで、ゃんはコツ。こっちで読めばいいか。いらっしゃいませ。ちょい待ち。接続して、よロボ、し。どや、眉毛整えた。眉毛整えてない。じゃあとりあえずは、お手数かけました。俺は iPhone6S20.0 これで音から声ちゃんと入っ OK てますかでね。お好きかな。まあじゃあとりあえずまずは、割とぬるいんだけども。キャンサー。いただきます。ほろよう。ああ、結構のど渇いてたんで一気に行きました。多分一気に回ってくると思います。バナナ味で、今日昼間の配信で原田橋がどうとかっていう情報をずっと書いててくれた人たちかながいると思うんですけど、あれは何のことか分からなくてずっと同じこと言われてるような気がして、ちょっとイラッとした対応してしまったんですけど、すいません。このすぐ先の橋のことですね。私がこれから、そう、ようやく分かりますけど、何のことか。私が今いるのここです。で、通行止めになってるって言われてたのは、この辺りなんですね。この辺り。だから、これどっちだ？豊橋の方か？飯田線沿いに行こうと思ったらいけないよってことなんですね。ここ今車しか通れないらしいんで。50cc とか、あと自転車とか人は通れないらしいです。ひどすぎる。ちょっといきなり汗かいてきたな。なので私は自動的に明日は、こっち側じゃなくて、こっち側に下っていきます。で、読み上げが、あれ、またラグが。ルート、いや、考えてなかったです。まずそもそも。そう、迂回できなくて。で、いらっしゃいませ。というわけで、原田橋の情報、よくわからなかったんですけど、まあ、当たり前ですけど、ちゃんと私のルート考えてくれてたんですね。ありがとうございます。ミックスはエンジン上がってないけど、なんか裏で上がり続けてんじゃないかという疑惑が。で、明日のルートですね、さっき作りました。天竜川をずっと下っていって、浜松の方に出てもいいんですけど、それだと前と同じなんで、この、大井川鉄道の方に、東に向かうルートを発見しました。
なので、ここ通ろうかと思ってるんですけどね、ここのこと知ってる人いませんか？いるかな？で、しかも行くにあたって、この県道と上の国道があって、峠越えか知りません。そう、峠越え。アップダウンこんな見るもん。からにきつそうな県道の方はですね、駐車標高で場。も550ぐらいしか行かないんですよ。ここの辺りまで。で、勾配もそんなない。これはやばそう。一番きついとこでも、最後の方だけでも6、春の5%とか森のそんなも奥でんすなんで、ね。家山に出る道。浜松まで春ならなん自て。転車の方が早いでしょうね。家そん山、な走春りのに町。怒られますよ。なんそてんなっなて。行ったことないコわ。メント、こっち側で見よう。余裕。走りにあえられるなのかな。ほうこほう。の道そもそも誰が通る道なんだろうな。いや、これは運転使い手の道ない方だろっがて言っ適てるんじ当ゃなないんで回すけ避ど。しますわら。川根方ん？面か道結構いいよ。峠あ、いいです越えか。しないアップダウンありそう。きつそうな道だアッわ。プダウンはでもここにちゃんと、ルートラボだと出るんで、きついとこでも5、6%なん余裕がで、通ります。ただ問題はですね、トータル70キロオーバー。なので、家このまで私時間に、開始されますよ。夕ご飯、実は家これゴール回地り点過ぎですは、か？まだ予約、いや、明日ですね、ユースホテル狙ってます。この大井川鉄道沿いに、川根七曲ユースホテルだったかなっていうところがあって、それがここのゴール地点なんですよ。で、これは明日の朝電話して撮ってみようかなと思ってます。た大だ井川70鉄キロ道だったらあん沿いまりのグダ大グ井ダして川た鉄道ら、は、326っていうのはこの上の方？AM とカロボさんには無理でしょう。362上の方ですよね。こっちの川方を根通る温泉と、のカロボアッさプん。ダウンがプラス100メートルで、しかも最後急勾配なんですよ。川根温泉ね、70キロっそう、て川根ホ温さん泉にかとっな。ては。未知の領域。いや、そんなことないんだけど、行こうと思えば行けるはず。まだで、宿についてないのか。宿。ビーチな場所にもユースあるんだ宿にわ。ついてるいかくら。らでも空いてれば、ロボさんにしては距離ありますね。今そう、確私認にししたちらゃすぐに救援要請。70いけるいおっける。と。70はまあ行けますよね。より道多いからね、ロボさんわら。こうな、なんだろう。1、ロボ2、さん3、の無理4、して5、ないか6、いつも保ってるから7、ね。8、10、10畳か12畳かな、こここれは。で多分走結構るの広いでか。す。2日もそうで昼すは自ね。転車乗りだったはず。いや、これでも無理してないですよ、本来だっこのたら。走れか。でロすボさんね。はこっち。こっちがいらっしゃい最終ませ。的に私の右右手向きにが見えないけ出ど口。か。で、私の後ろ側も出口。痩せ我慢はやおめて尻入くれだは実さい。はこの正面の、緑色なの、緑こ色れ。だからそこにしたの。緑色？緑色何の話かわからない。痩せ我慢。70キロでも勾配秋な葉のに山動のか近ない。く。秋葉山ってどこですかね。秋葉山？あ、そうですね。秋葉山はぐるっと南側回り込む感じです。ここに天竜川の、お客様が一人で、飛騨川っていうところが流れてて、飛騨川。平安は確かに真四角じゃないんだけど、ここのとこだけ、秋葉山、ん？秋葉山。じゃあ、秋葉街道は秋葉街道、まあそんなことないかな。角がちょっと一箇所だけ押し入れのために取られてる部屋ですね。11畳とかかな、じゃあ。ここか。というとこ通ろうかと思ってます。で、この県道の方が緩いんだけど、国道の方がツーリングマップだとおすすめになってて、どうなんだろうと。あ、電波のこと何も考えてません。電波ちょっとじゃあ調べときます。ティッシュがゴミ箱の上。そこに今カメラ載せてました。秋葉山、そうなんですか？秋葉原って、秋葉神社とか関係ないんだっけ？キャンプ場。キャンプ場は今あったっけ？ああ、途中ありますね。熊切清立地震があるの総かと王思都。った。キャンプ場かな？結構ハーハーポイントに本なっ当はたね。調整高レベルじゃないんだ槻けどな、こ峠れ。です。秋葉原の外そう、部高のさ神調社整。だな。秋葉原は神社ですよね。確かなんかそんなイメージがある。なんかで聞いたような気がする。で、こっちの方が勾配も緩くて、標高差も少ないん峠越えで、かに入る道こっちで、にしようかなと思ってんだけど、途中の道の、森町から山に入る道で小国神社。森町ってどこだろう？森町がどこだかわからない。森って確か、あ、これだ、下の方のこれだ、森町から山に入る道で小国神社。この辺りか。この辺りか。
あ、あった、小国神社。今回こっちの方には行けないな。まあ、そっちに行ってもいいんですけどね。明日は8時前に出たいな。8時に出ることを目標にします。7時から朝ごはんで、そっから準備して用を足してって感じかな。いや、この道それほどでもないと思いますよ。勾配そんなにきつくないし。割と走りやすい道だと思う。よほど周りの環境が悪くなければ、車がめちゃくちゃ通るとかじゃなければ。で、ですね。明日の予定もうさす。天竜川、外ですか？今外真っ暗ですけどね。今夜朝まで配信じゃないです。明日も走るから。でも今日はですね、あ、まず飲もう。はい。お疲れ様です。なりますね。ああ、大体そうですね。だって、で、今日ですね、今日配信が途中で USB 機器不調で終わった後ですね、面白いこといろいろあったんですよ。飲める。3%だったら。今日ですね、輪行で二作棒1枚。景色、いや、どうだろう。そっか、背中側の方は、顔見えるのかもしれないな。でも真っ暗です。で、三作坊まで今日昼過ぎに輪行してきて、で、そっから、こっちに下って、ここの峠道。これ結局何ていう峠道かわかんないんですけど、こっちの方に入っていって、途中で配信止ま、あの、USB の機器が認識されなくなって、止まってしまって、で、そっから峠越えて、佐久間の駅まで下ったんですけど、そこで、いろいろ、配信でもコメントでもあったんですけど、そう、人がいないところに、ちょっと出てきてるな。なんとか伝承館っていうのが峠にあって、あれどこ行ったっけ？もっと前だっけ？あれ？あ、あったあったあった。ですね。ちょっと、景色いいとこで。伝承館に行ったら、コメントの通り、あれ？ちょっと待った。こうか。そうかな。で、ちょっとピント合わないですね。オートフォーカスにしてるのにな。まあ、なんとなくわかってください。で、これがその伝承館、そう、お茶を無料でいただいてしまって、そばはもうちょうど終わったとこだったんですけど、お茶でも飲んでいってって言われて、急須ごと3杯分ぐらい渡されて、で、この向こうの方がですね、この向こうに見えてる障子の向こうが、霧の杉林なんですよ。しかも高台に立ってて、下の方まで杉林が見渡せて、で、向こうの方から風が吹いて霧が入ってくるんですよ、部屋の中に。ものすごく雰囲気いいとこで、そう、ここすんごく良かった。こんばんは。で、まあ、伝承館ってことでこういうふうにいろいろ飾ってあったりするんですけど、ここでまたそうやってお茶もらって、YouTube、 すいません、すいません、また言うか、すいません。いいか。結構霧湧いてましたね。で、その後、向こうに下っていって、でも途中の峠道もほんと良かった。こたつ、ん？こたつ。で、そこの峠道ずーっとお茶畑ばっかりでしたね。さすが静岡。で、ずーっと下っていって、編集、地図だけは入れたいんですけどね。こだわりとして。で、佐久間駅の方に降りてきて、あ、そうそう、それっぽい、曼珠沙華、彼岸花の写真も撮りましたよ。これ自分で撮りながら、わざとらしいって言いながら撮りました。そう、お茶畑。で、その後、佐久間駅前に行って、あ、やっぱ本当だ。
宿のおばさんが言ってた通りだ。そう、茶畑あちこちありますね。ちょっとピントが何ではないんだろう。ちょっと待って。ピントが合うようにオートフォーカス調整します。ちょっと待ってください。こうして合わせといて、で、ウェブカメラの設定こっちで開いて、今マウスが使えるから楽勝だ。で、フォーカスを、この辺りか。このぐらいか。これでいいか。そう、あらゆるところにお茶畑ありますね。というか、ちょっと手で持ってたらグラグラするから。さっきのグラってきました。こうやって固定して見せるんだ。浜松までじゃなくて、途中から大井川鉄道の方に西向かいます。で、佐久間駅の近くにこういう店があってですね、ものすごく怪しいんですよ。いらっしゃいませ。このちょっと見づらいけど、刺身って書いてあったり、で、仕出しとも書いてあるんですけど、よくわかんないんで、中に入ってみたらこんな様子でした。この間行った沖縄屋、そうそう、沖縄屋みたいな。いろいろいてあって、なんかすごい、いろんな雑貨が置いてあるんですよ。食べ物も含めて。なんか沖縄屋っぽいなと思って入って。で、あと奥の方には金魚の水槽があって、佐久間水族館って書いてあるんですよ。両目に。で、あと、その金魚のイラストとか、あとナスのイラストとか、実は近くにエコープがあるんで、ここは今それほど命綱にはなってないと思うんだけど、で、こういうのがあって、で、店のおばあさんと話をしてたら、最初の頃はなんか近くに栄光部があって大変じゃないですかみたいな話をして、ちょっと怪しい雰囲気になりかけたんですけど、だんだんその辺りに書いてある絵とか写真の話になってきて、そのおばあさんの息子さんが、こういうイラスト描いたり、あと写真撮ったり、なんか黒点に何回か入賞した息子さんらしいんですよ。で、ここになんか、ちょっと見づらいな。見づらいというか見えないな、これじゃ。みすず？みすずってなんだ。息子さん多分40代後半か50代ぐらいじゃないかな。実はその後会ったんですよ。おばあさんとずっと話をしてたら息子さんも出てきて、私と同世代か少し上ぐらいじゃないかな。みすず豆腐。で、それからずっと2、30分話し込んでしまったんですよ。昔そのおばあさんが麻布十番に住んでた話とか、あと息子さんも横浜の方に住んでたこと、横浜だっけな？厚木か。本厚木に住んでたことがあったとか、で、私が横浜から来た話とかずーっとしてて、かなり面白かったです。あ、ちなみにこれもその息子さんの仕業です。麻布十番。このなんか、何売り？何売りだっけ、これ。なんて書いてあったっけ。ここはそのおばあさんの実家がある、実は今日通ってきた峠道の日本杉峠っていうところのすぐ近くがおばあさんの実家だ、実家って言ってたかな？あ、冬瓜か、これ。あとですね、で、あとかまぼこの板をたくさんもらってきてランプシェード作ってやったり、麻布十番に。そう、どういう経緯かよく知らないんですけどね。で、あとこれもなんか10年ぐらい前に作ったらしいんだけど、プラダン、電波じゃなくて、今日はなんか機材が電池切れだったんじゃないかなと思うんですけどね。よくわかんないまま。で、この下の方に佐久間水族館って書いてあって、さっきの金魚を泳いでるんですよ。マフ十番。で、あ、そう、これが佐久間水族館だ。で、2、30分話し込んでしまって、実はこの前に、もうこれ6時前ぐらいだったんで、今いるここの宿に電話して、ちょっと今、佐久間の方まで来てるんですけど、ちょっとまだ少し遅れそうです。で、
多分もう15分か20分で着くと思いますからって言った後に話し込んでしまったんで、その後急いで向かっている途中に、この宿のお母さんから電話かかってきて、大丈夫かって言われて。それぞれの魚の名前なのか。藤山。で、これが佐久間駅ですね。図書館が あるんですよ、この目の前に。そう、大丈夫かって聞かれて。で、その後、真っ暗の中をずっと、なんだこりゃ。真っ暗の中走っていって、で、結局6時半ぐらいに着きました。そう、なんか心配させてしまって。うん。働きに、ああ、そうで、ここもなんか最初に朝電話した時には、遊びですか仕事ですかって言われたんですよね。遊びっていうのが一緒に何て言われたか分かんなくて。で、観光ですか、観光ですか、お仕事ですかって言われて。で、ちなみにここですね、食堂が本体で、食堂のトイレのドア開けると、左側がトイレで奥が浴室になってるんですよ、そのまま目の前が。うん、この宿 Google でたまたま見つけただけです。遊びで、ここの夕食がですね、ツイッター見てもらうとわかるんですけど、シャレならないんですよ。遊び以外。ですね、鹿刺し。鹿の刺身。何人前だよこれっていう量で。で、ご飯丼飯で、で、巨大なかぼちゃの煮付けと、あと、これなんだ、カワハギかな？いや、全然生臭くなくて、馬肉にかなり近いと思いますよ。そう、本当に自分でもよく食ったと思う。これで一泊6000円って書いてあったんですよ、ウェブ情報だと。本当はいくらかよく調べてないんだけど。で、このカツもですね、宿賃が、ああ。で、そうそうそう。で、ちょっと待って、コメント早い。で、このトンカツ見てわかりますか？ステーキかよっていう肉が中に入ってて、しかも手のひらサイズなんですよ。手のひらサイズって言うと小さく聞こえるか。ほんとよくこれ食べたよな。トンカツ。このトンカツもめちゃくちゃでかいんですよ。左側のカボスでわかるかな。このフォークもなんか小さいフォークじゃなくて普通の大きめのフォークなんですけど。そう。この肉がですね、そう、揚げるのも時間かかると思いますよ、これ。で、今日はですね、ご飯ほとんど食べずにおかずを完食するっていうのを目標にしたんで、とりあえず完食できました。ただし今腹の中が肉と魚だけになってると思うとちょっと怖いですね。そう、ご飯は食べきれなかったけど、ご飯を抑えて、なんとか食べきれました。で、何ですかこれって聞いたら、うちはこのぐらい出しますからってお母さんに言われて、ありがって。そう、ご飯食べたらもうこれ、はち切れて気分悪くなるだろうなと思って。でもそれでもおかずよく食い切れたなと思います。うん。あ、これもう初日の写真だ。というわけで、今日はですね、明日の朝ごはん、7時にお願いしてます。そう、なんかもう、というわけで、なんか体調崩すんじゃないかってぐらいの量だったんで、また髪の話をしてる。ちょっと待ってください。あ、間違えた。こうじゃなくて、今、あと5分ぐらいか。ちょい待ち。まだか。鹿肉は意外だったな。あ、そう、鹿肉が。鹿肉量多いんですよ。よし。これでよし。うん。鹿肉食べた。昼間というか夜まで食堂やってますよ。で、食堂のお客さんの横から宿に入ります。あと、ともぐい。あと、お部屋紹介ですね。ちょっと今、このケーブルがこの状態なんで、
あんまり伸ばせないんですけど、こんな感じです。それ美味しいですよね。 3% ってこれまあジュースとして飲みやすいってだけですけどね。でこうでこう、そう、また汗かいてるんで今割と蒸し暑くて、でこうでこんな感じです。食った食った、広い、今日ほんと食った、綺麗な部屋ですね。うん、あの広いんですよ。それあ、それに壁がお茶、壁がお茶、壁がお茶ってこれか、これのことか。いや、他のお客さん今いないみたいですね。あの場所的に結構すごいところにあるんですよ、ここ。周りに宿とか全然なくて、であと今日さっきのあの面白いお店で、あの多分丸大っていうお店だと思うんですけど、丸大で一応買ってきたつまみでももうやめとこう、もうこれ以上肉食ったらやばい。今日は輪ゴム射撃、あ、輪ゴム射撃持ってきてない。逆立ちしたらちょっと、この年で逆立ちしたらちょっと今なんか耳に血液がギューって上ってくる音がしてやめとこう。またその T シャツか、太った、またこれです。酔ってるわらわら、襖破るなよ、わらわらわら、やめとけ、負傷できないわら、あんだけ自転車、多分なんか故障したりしそうだからやめとこう。ビアンキのリアキャリアの名前教えてください。井上さん、逆立ち失敗。ビアンキのリアキャリアは MT キャンピーリアです。 MT キャンピー、思わない。このキャリア、このキャリア。巧妙な米稼ぎ。米稼ぎを。あざといな。MT キャンピー。MT キャンピー。タバコ吸うのかと思った。私タバコ忘れないんですよね。そろそろ教えタイムです。これです。この形のやつ。正確にあの内側の方は違うんだけど、正確にはこうじゃないんだけど、こんな感じのキャリアです。天板がこんな形のキャリア。また見つけ、そう、あの説明書がないとまた自慢しちゃったよ。で今回あちこちで配ってきたんで、あの白木曽峠で会ったサイクリストの人にも渡してきて、後でツイッターで組み立てましたよっていう報告もらったりしたんで、なんか余計なことを、あの人ブルベやってる人で200キロ走ってきてたって言ったのかな。あと3枚残ってるから凸してくれたらあげますけど、凸できるもんならやってみろってとこばっかり走りますね。うん、キャンピー、あ、そうなんだ。四角枠組み立てました。丸尾っていうのはまさか、あのツイッターで、あの本当にお会いした人ですか。だとしたらびっくりだけど、ありがとうございます。200キロ。ああ、けどつ。そう、明日のルートはまたちょっと厳しい、凸とか厳しいとこだと思うんで、改めて明日のルートを見せながらじゃ終わりますかね。明日電波これないんじゃないかな、多分。あの、電波なくて配信できなかったらすいません。あの、自分が走りたいとこしか走らなくて。うん、そうそうですね。明日のルート表示間に合うか。明日はどこかな？家立ちするので。あ、そうだ、これ見ながらじゃないとわからん。次のは250超えてる。あ、間に合わん。表示が遅い。間に合わん。ダメだ。間に合わなかった。まあいいや。じゃあ、お疲れ様です。じゃあ早めに寝て明日早く出るようにします。70キロも走るから。ロボさんはブレンダー使いなのですね。私はオートデスク 123D デザイン使いです。お疲れ様です。一枠だけ